さつない村の皆さん、こんにちは。ホール担当のあみです。今日はですね、ご法要のお料理を全種類ご紹介します。当店には、持ち帰り、全部持ち帰りができる料理と、一部は会場で食べてもらって、一部は持ち帰りができるような組み合わせになっているお料理と、あと当店の食器を使っている、全部食器で食器を使ったお料理と3種類あります。でそれを今全部ご紹介します。この極みというお料理、こちらはお持ち帰りが可能な料理で、もう本当にこの箱で全部持って帰ることができます。でこちら白百合、木蓮、コスモス、林道、こちらも同じように、お持ち帰りが可能な、全部持ち帰りができるお料理になってます。で持ち帰り料理なんですけど、持ち帰るだけじゃなくて、例えばお寺とかで食べる時もお使いいただけます。でその下に行くと、もみじ、白菊とあるんですけど、これは刺身とか茶碗蒸しとかがついているので、一部は会場で食べていただいて、一部は持ち帰りができるようなお料理になっています。もう一つがですね、全部食器のお料理になるんですけれども、こちらですね、ほおずき、柚子、水芭蕉、睡蓮、紫陽花、こちら全部うちの方の食器を使ったお料理になっております。ですね、子どもさんがいらっしゃる、お客様もいらっしゃると思うんですけど、こんな感じで4種類の子どもさん用のお料理があります。お子様消防車、お子様新幹線、お子様弁当、お子様御膳とあるんですけれども、今は持ち帰り用のお料理が多いので、この新幹線は結構出るかなと思います。あとは、例えば会場で食事される場合とか、こういうお子様消防車とかも結構頼まれる場合が多いですね。はい、ということで今、ちょっとこういうのお料理をご紹介させていただいたんですけれども、お料理で悩んでいる方だとか、相談してみたいなとか、ちょっと気になるなとかっていう方もしいらっしゃればですね、一度ご連絡をいただければと思います。でこちらの内容なんですけれども、店頭にこちらのパンフレットは常に置いてあるんですけど、例えばネットで見てみたいなって方いらっしゃれば、豊かのホームページを開いていただくと、この同じような内容で見ることができるので、ぜひそこからも、見ていただければと思います。はい、ということで今日はご法要のお料理のご紹介でした。今日の動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録もよかったらお願いいたします。